確かこっちの方に逃げたよね。はあ、結局巻き込まれた。アリサ、ありがとう。有無を言わさずだったからな。あ、いた。マジか。待って、アリサ、走ったらダメ。だって早く死ねるとウサギが。ウサギは耳がいいから走ると音で逃げちゃう。じゃあどうすんだよ。あと大きい声もダメだよ。つうかその間にどっか行っちまったぞ。中庭とテニスコート、それと体育館の方だね。ちょっと待ってて。どうすんの。どれにしようかな。うん、中庭から探そう。勘かよ。神様が言うなら間違いないよ。でも中庭の方に4羽も逃げてたじゃん。そんなに一気に捕まえられるわけ。手出して。は？こうでいいの。ほら2本ずつあるから大丈夫。片腕一羽かよ。普通にもっと人で集めた方が。ぎゃっ。あ、ごめんなさい、少しよそ見をしてまして。あら、アリサちゃん、タエちゃん。あ、よかった、人手が見つかった。え、人手って急に引っ張られても。この手、人の手ですよね。この手、欲しい。手伝ってください。お礼は、おっちゃんもふもふ1年分。状況が全く見えないわね。アリサちゃん、説明してもらえるかしら。中等部のウサギが逃げてしまったので、捕まえるのを手伝っていただけないかと思いまして。ちなみにおっちゃんは私の飼ってるウサギです。それは大変ね。でも申し訳ないけど、私はこれから仕事に行かないと。お願いします。もう2本、腕を追加すればバッチリなんです。おたえ、一回その考えから離れような。じー、分かったわ。私ではあまり力になれないと思うけど。白崎先輩、いいんですか。あんなに見つめられたら、さすがの私でも断れないわよ。それにちょうど次のライブの衣装アイディアがなかなか思い浮かばなくて困ってたところだったから、いい気分転換にもなると思って。ありがとうございます。つかおたえ、お前が言い出しっぺなんだから、ちゃんとお礼しろっての。本当におたえはマイペースなんだから。でもアリサちゃんもブーブー言いながらも手伝ってるじゃない。やるって言うから仕方なく。ブーブー言うのは嬉しい証拠だよ。え？ウサギは嬉しい時そう鳴くの。ウサギの話じゃねえ。じゃないってば。いやだな。あれ？でもずっとウサギ追いかけてるし。アリサちゃんとタエちゃんって面白いわね。面白く